女子テニスで世界ランク28位の E ・スイトリナ、ウクライナは18日に SNS を更新し、右足の手術を受けたため今シーズンを終了させると報告した。画像、スイトリナが手術、夫モンフィスも支える30歳で元世界ランク3位のスイトリナは男子テニスの G ・モンフィス、フランスと結婚し2022年に第1子を出産。 昨年にツアー復帰を果たし世界ランクをトップ32まで上昇させた。今シーズンは開幕戦の ASB クラシック、ニュージーランド、オークランド、ハード、WTA250 で準優勝。全豪オープン、オーストラリア、メルボルン、ハード、グランドスラムと全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラムで16強入りすると、ウィンブルドン、イギリス、ロンドン、 バグランドスラム、ではベスト8入りした。スイトリナはインスタグラムで、残念ながら、私の2024年シーズンは歴史の本に載ることになりました。これは、2023年に私のシーズンを終わらせ、2024年のほとんどを妨げてきたのと同じ問題です。管理が難しくなり、テニスやトレーニングだけでなく、日常生活にも影響を及ぼすようになってきました。 回復に専念し、以前よりもさらに強くなって戻ってくるチャンスがあることに興奮しています。コートに戻って、最高レベルで戦うために必要なことは何でもするつもりです。この困難な時期に応援してくれたすべての人に感謝します。2025年にコートで皆さんにお会いできるのを楽しみにしていますと綴った。添付された画像には夫であるモンフィスも映っている。